僕らはさ何もウェルビーイング、それは体も心もそして周りの人々も幸せに満たされる生き方。沖縄クリップ、沖縄セルラーがお届けします。優しい太陽の光が降り注ぐ気持ちのいい午後、北中城の畑で子どもたちの声が聞こえてきます。生き生きと育つ米田さんの無農薬野菜、発酵とローフードのワークショップを行う小蛇麻美さんは、野菜を仕入れながら時折娘さんたちを連れて収穫体験をさせてもらっています。来れる時は一緒に行って収穫とかもさせてもらったりとか、ね、でやっぱり自分で採ったお野菜は美味しくて、すごいお家に帰ってもパクパク食べてくれるので、自然の恵みを感じてほしいなと思って。はいはい、トゲがあるからちょっと痛いかな、大丈夫、ただ無農薬だからね、安心して使えるってことが一番の魅力だろうな。食べてみるか。そのままをいただきます。お腹が空きました。朝ごはんや夕方に公園で遊ぶときには、フルーツたっぷりのスムージーやお野菜などを用意すると、子どもたちもおいしく手軽に栄養が取れるといいます。結構 朝に飲むことが多いですね、フルーツとか。夕飯前っていうか、お菓子とかあげるよりもこちらの方がいいなと思って、でも食べてくれるんでね。いただきます。はい、あっち向いて、あっち。やっぱり子供たちが笑顔だと幸せですよね。なんかこの食事を、まあ、自分自身のために変えてることですけど、やっぱ将来子供たちの健康にもつながっていくことなので、すごく本当に食事って大切だなと思いながら、子どもたちの笑顔のために安全で栄養のあるものを、麻美さん親子のウェルビーイングなひとときです。沖縄クリップウェブサイトで過去の放送と詳細記事をご覧いただけます。沖縄セルラーの提供でお届けしました。